さあ、いよいよ決勝トーナメントの始まりだ。勝ち残ったのはこの4名。スクリーンに注目してくれ。クールなファイトで決勝へと駒を進めた丸目クロウド。正体は不明だが実力は超一流、謎のファイターユウヤ。ここまで勝ち残った実力は本物か、マリノコウヤ。変幻自在のファイトは決勝でも通用するのか、エディ小林。優勝を目指しこの4名がトーナメントで激突する。決勝1回戦は厳しい予選を勝ち抜いたこの2人のバトル。さあ、もうすぐギアファイトが始まる。ファイター諸君は準備に取り掛かってくれ。ファイターたちの準備が終わるまでリングの紹介をしてみよう。今回は公式リングでの戦いだ。思う存分ギアの能力を発揮してくれ。リングの特性を生かしてセッティングをしてくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。もう負けることを恐れてはいない。勝負だ。相変わらずのアマちゃんか。分かってこい。ラウンド1、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。僕の動きを止めた。邪魔するな。アタック。よし、今だ。そうだ、口面白くないぜ。見えた。そこだ。直線攻撃だ。効かねえんだよ。見えた。ダッシュ。危なかった。そこだ。見えた。邪魔だ。まだまだ。そこだ。ビッグバイパーアタック。ウィナー丸目
クラウド。いい勝負だった。また戦おう。これより5分間のインターバルに入るぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。準備はいいかな。バトルの準備は整ったようだ。いよいよギアファイトの開始だ。両者リリースゾーンへと歩み寄った。君のギア、いい音をさせているな。俺と勝負だぞ。笑わせるぜ。ラウンド2、ギアファイト、セットアップ、レディーゴー。怒らせた。ビッグバイパーアタック。やるじゃねえか。よし、今だ。やるじゃねえか。よし、今だ。見えた。邪魔だ。やるじゃねえか。よし、今だ。やるじゃねえか。よし、今だ。そうか、口面白くないぜ。行け。せ。僕の動きを止めた。邪魔するな。回り込め。俺が。ウィナー、丸めクラウド。君のおかげで本当の勝利を知ることができた。ルールにより勝者は反射のパーツを手に入れることができる。カスタマイズ画面で確認してくれ。さあ、次のバトルが控えているぞ。ファイターはギアの調整を行ってくれ。